パクス。パクスはメモリに関する最小特権保護を実装した Linux カーネル向けコンピュータセキュリティパッチである。最小特権の手法により、プログラムは正しい動作以外は何もできなくなる。パクスは2000年にリリースされた。パクスはデータ用メモリページを実行負荷とし、コード用メモリページを書き込み負荷にするとともに無作為な配置を行う。 これにより、セキュリティを危険にさらす、様々な動作が不可能になる、バッア・オーバー・ランの一種など、データページの実行付加設定により、データをコードとして実行できなくなる。コードページの書き込み付加設定により、不正なライブラリー実行が難しくなる。ただし、変数やポインターの書き換えは防げない。パクスは、ザパクスチームが保守しているが、個々の開発者は匿名である。 コンピュータのセキュリティ問題の大半は実行時に何かを書き換えられるような抜け穴、バグであることが多いがプログラムにあることが原因である。Ubuntu の初期の44通のセキュリティーノーチスを分類すると41%はバッファーオーバーランを原因とする脆弱性、11.4%は整数オーバーフロー、15.9%は不正データの処理上の問題であった。 これらのバグを悪用すると外部からコードを注入して実行させたり既存コードを不正な順序で実行させることができる。なお、この分析は非常に簡単なものであって詳細に脆弱性を分析すれば結果は変わってくるだろう。ワームやコンピュータウイルスなどの攻撃の多くはメモリの内容を書き換えてマルウェアコードを実行できるようにすることで行われる。あるいは データを実行する、要誘導するなどの手法がある。そのようなマルウェアの実行をブロックできれば、そのような侵入によって、損害を被る、可能性は激減する。ササーのようなワームもそれによって対処可能である。パクスは、そのような様々な攻撃を防ぐため、非常に汎用的な方法で防御するよう設計された。メモリのアクセス権、リード。 ライト、実行の組み合わせを制御することで不正コードの実行を防ぎ、同時に正当なコードの実行には影響を与えないよう設計されている。若干のオーバーヘッドはあるが、パクスはドス攻撃や外部からのコード注入制御の可能性を減らし、攻撃者にスーパーユーザー特権を与えるのを防ぎ、ハードディスク上の重要な情報へのアクセスを防ぎ、単に影響を受けたプログラムやプロセスがクラッシュ。 するだけで済む。ドス攻撃は実行されるだけで迷惑であり、リソースや時間の浪費となる企業のウェブサイトが攻撃された場合、ビジネス機会が失われる。しかし、パクスがあればデータを書き換えられたり、情報を外部にコピーされたりすることがなくなる。ただし環境によってはドス攻撃の類は攻撃されること自体が許容されない。 サービス水準合意などの契約条件では侵入者によるサービス低下が単なるコスト問題以上の契約違反として扱われる。それでも多くの場合、セキュリティを強化して重要な情報を保護することに意味がある。多くのバグはメモリ破壊の原因となる。そのようなバグを利用してプログラムが意図していない動作をさせることが可能となる。パクスは そのようなバグの検出や修正が可能なわけではなく、そのようなバグを利用した悪意ある攻撃を防ぐことに、ある。そのようなバグの一部は、深刻度が減じられ、不正な動作をする代わりにプログラムを終了させる。パクスは、バッファーオーバーフローを直接防ぐことはできないが、それを利用して不正なアクセスを行おうとするのを、効果的に防ぐ。スタックスマッシングプロテクターやスタガードは、 バッファーオーバーフローそのものを検出し、そのような動作をしようとしたプログラムを終了させる。このような手法を、スタックスマッシング、プロテクションと呼び、実際にオーバーフロー状態となる前に防ぐ。一方、パクスは、より汎用的な手法であり、オーバーフローが発生してから、実際のダメージが発生するを防ぐ。どちらの手法でも、結果的には、同じ効果が得られるが、 完全に重複する手法というわけではない。したがって、両方の手法を同時に使うことで、システムをより安全にすることが、原理的には可能である。一部の Linux Distribution では、Pax と Stack Smashing Protection の両方を採用している。2004年中頃、Pax は Linux カー r n e l のメインのソースツリーには含まれていなかった。これは、 パクスチームがパクスオフ完全であると考えていたためである。X86 を含む多くの CPU アーキテクチャでは完全に機能しているが、いくつかのアーキテクチャでは部分的にしか実装されていないか、全く実装されていない。パクスが実装されているアーキテクチャとしては、IA-32、AMD64、IA-64、ァ、PA、リスク、 MIPS、MI PowerPC、Spark がある。Pax は実行ファイルやカーネルに潜在する基本的な設計ミスに対処することはできない。それは例えば、原理的に検出不可能な方法で攻撃可能とするような問題である。例えば、スクリプト言語のインタプリタはファイルやネットワークにアクセスできるため悪意あるスクリプトを使って 特権ユーザーのアカウントを通して重要データを盗むことも可能である。パクスは書式文字列攻撃の一部も防げない。書式文字列攻撃では既存のコードを使って任意のデータ位置の読み書きが可能であり、攻撃者は内部のアドレスを事前に知っておく必要がなく攻撃用コードを注入する必要もない。パクスの公式サイトにある文書では パクスが防ごうとしている攻撃を3種類としている。その文書によれば、パクスはそれらを効果的に防ぐことができるが、それ以外の攻撃は防ぐことはできない。実行コード領域の保護が可能で、そのベースを任意のアドレスにでき、完全なアドレス空間ランダム化が可能であることが前提である。防ぐことができる攻撃は大まかに言えば、次の通りである。 パクスはこれらの攻撃の元となるバグを検出、対処できるわけではなく、単に攻撃によるダメージを防ぐものであるため、あらゆる攻撃を防ぐことができるわけではない。実際、ライスの定理により、あらゆる攻撃を防ぐことは、不可能とされている。三つ目の攻撃は、攻撃対象のアドレスを知る必要がない場合、パクスを使っても全く防ぐことができない。また、 二つ目と三つ目の攻撃は攻撃対象のアドレス空間配置を知る必要がある場合、それを攻撃対象のアドレス空間を読み取ることで知ることができるならパクスを使っても防ぐことができない。これは攻撃対象がプロク、マップスにあるような情報を漏らすようなバグを持っていると可能になる。ユーザーランドでプロセスのアドレス空間配置などの情報を見えないようにするパッチもあるが、 それは、パクスには含まれていない。事前に、アドレス空間配置に関する知識が必要なら、二つ目と三つ目の、攻撃は、推測や力ずくの探索を行わなければ、ほとんど不可能である。アスルアの文書には、そのような攻撃が成功する、小さな可能性をさらに詳しく解説している。一つ目の攻撃は、攻撃者が、攻撃対象のタスクを生成でき、 それに書き込むことができ、ママップでファイルをマッピングできる場合に可能となる。すると、二次攻撃が可能でなければ、攻撃は成功しないため、そこまで分析する必要がある。p a c には含まれないが、この種の攻撃の可能性を現じるには、アクセス制御を正しく設定しておく必要がある。p a c を使ったとしてもシステムアドミニストレータによる管理は必要である。 パクスはメモリ破壊バグを利用した攻撃を防ぐ。パクスが防ぐことができる攻撃の多くはバッファーオーバーフローを起こすバグに関連している。これはメモリ管理関連の問題を利用した攻撃の典型的な部分を占める。ただしパクスはすべてのそのような攻撃を防ぐわけではない。パクスが提供するのは NX ビットあるいはそれに相当する各 CPU。 はアーキテクチャにある機能の機能を使った、あるいはそれを OS でエミュレートしたメモリ保護機能である。また、リターン 2LIBC 攻撃やメモリ空間配置に関する知識に依存した攻撃を防ぐためアドレス空間配置のランダム化を行う。パクスの主要機能は実行空間保護である。一部プロセッサにある NX ビットの機能を用いて、 任意のコードの実行を防ぐ。それによって、コード注入や、シェルコードといった攻撃を防ぐ。NX ビットを持たない IA-32KCPU では、p a スは、その機能を様々な手段で、エミュレートできる。Linux を含む多くの OS では、ハードウェアの NX ビットの機能を利用して、メモリのアクセス権を適切に設定する。随時は、 一つのロードされたライブラリーのあるプログラムのメモリセグメント群を単に図示したものである。緑のセグメントはデータで、青のセグメントはコードである。一般に AMD64 なども含めたプロセッサでのアドレス空間はデフォルトでは図一のように明確にデータ部とコード部が定義されている。しかし Linux ではデフォルトではアプリケーションが 自身のメモリ保護設定を変更することを防ぐことができず、コード部を書き込み可能にしたり、データ部をコードとして実行することが可能となっている。パクスは、そのような変更を防ぐとともに、典型的な操作に、最適な最も制限のきつい保護設定を保証す。実行空間保護が起動しているとき、プリテクト制限も含まれ、パクスは本来コード部でなかった領域を、 実行可能にするような操作を不可能にする。これにより、書き込み可能だったことのある領域に存在するコードは、実行不能となり、悪意があるかどうかとは関係なく、コードを後から注入することが不可能となる。すると、Java の Just in Time Compile 方式のように、実行時にコードを生成して実行する必要のあるアプリケーションは、動作できなくなる。しかし多くの場合、 そのような機能を必要としているプログラムは、それに依存しないように書き換えることが可能である。根本的に実行時のコード生成が必要なものについては、システムアドミニストレータが、その実行ファイルに印をつけ、その実行ファイルについては、制限が課せられないようにすることができる。パクスチームは、ママップコールが書き込みのパーミッションを指定している場合のみ、書き込み可能にできる。 ママップは書き込みと実行が同時に可能なマッピングを生成しない。これは引数で明示的に指示されている場合でもエラーとなる。デフォルトでは Linux は n x ビットを使って実行不可ページを正しく設定することはしていない。しかもアーキテクチャによっては n x ビットと同等の機能を持たないものもある。Pax は 実行不可なページをなるべく実際に実行不可とするセキュリティポリシーに従って設定を行う。さらに CPU が NX ビット相当の機能を提供していないとしても p a x は同等機能をいくつかの手法で提供、エミュレートする。エミュレートによって性能は低下するがセキュリティは向上する。しかも一部の手法のオーバーヘッドは無視できるほど小さい。 ページクゼックは NX ビットを使うかエミュレートする。NX ビットがサポートされていないプロセッサの場合、各ページにエミュレートされた NX ビットが付与される。その具体的方法は CPU のアーキテクチャに依存する。NX ビットのあるプロセッサでは、ページクゼックは単にそれを使い性能をなるべく低下させないようにしている。IA-32 では、 NX ビットのエミュレーションは実行付加ページのパーミッションレベルを変更することで行われる。この場合、あるページを実行しようとして同時にそれが TLB にキャッシュされていなければプロテクション例外が発生する。IA-32 ではメモリ管理ユニットがこれを OS に通知する。実行コード用 TLB とデータ用 TLB は分離されているのが一般的であり、 書き込み可能なページを初めて実行しようとしたとき、必ず Linux カーネルと Pax がそれを検出できる。この例外を検出すると、プロセスを終了させるか、実行を継続できるよう TLB を設定するかをカーネルが選択する。ページクゼックは仮想空間を2つに分けることがないという利点がある。しかし、エミュレーションは口述のセグメキシックより遅く。 場合によっては深刻な性能低下を招く。2004年5月に登場した新たな IA-32 用ページクゼックは実行可能ページの最高の仮想アドレスを覚えておき、それより大きなアドレスのページはユーザーページとする。これにより、スタックなどの行為のアドレスにある領域は性能低下なしに処理され、定位のアドレスにある領域は従来通りに処理される。 これは、XX シールドやオパンブスドの WhatX 実装に似ている。セグメキシックは IA-32 向けの NX ビットエミュレーションであり、アドレス空間を2つに分割し、コードを両方の空間にマッピング、ミラーリングする。命令フェッチの際、分割をまたいでアドレス変換が行われる。コードがそこにマッピングされていなければ、 プログラムは終了させられる。セグメキシックは仮想空間の大きさを半分にしてしまう。通常、個々のプロセスの仮想空間は3ギブある。セグメキシックを使うと、それが1.5ギブずつに分割され、一方がミラーリングに使われる。そのような問題はあるが、エミュレーション時の性能低下は少ない。2つの仮想空間にマッピングされる物理メモリは、 同じ実定であるため、メモリ使用量が増加することはない。パクスは、あるメモリページが書き込み可能でかつ実行可能とならないことを保証する。プリテクトについて、以下のように記述されている。パクスでは、プリテクトコールには、e x というエラーが返される。これにより、単純なコード注入攻撃を防ぐ。また、プロットエクスクが、 すでに ON になっていないページについて、プロット X ククを ON にするプリテクト、コールも失敗する。これは、あらかじめコードを書き込んだデータ用ページを後から実行可能にするような攻撃を防ぐ。プリテクトの制限を ON にしていると、プログラムは p a スが最初に設定したメモリ確保のポリシーを逸脱するような動作が不可能となる。これをしないで、 実行負荷ページを厳密に実行負荷にしてもあまり意味がない。トランポリンとは GNU コンパイラコレクションで実装されているものでコールスタック上に実行時に小さなコードを生成するものである。つまりトランポリンはスタック上のメモリを実行カットする必要がありパクスではそのようなプログラムは終了させられてしまう。トランポリンは自己書き換えコードの一種であるため パクスに引っかかり、プログラムの終了を招く。パクスはこれを防ぐため、トランポリン生成を識別し、その実行を許可するようになっている。しかし、これはセキュリティを弱める、可能性があるとされている。アドレス空間配置のランダム化、アスルアは、アドレス空間配置に関する知識を利用した攻撃に対処する技法である。それは、 既存のコードをプログラマーが意図しない順序で実行させる攻撃である。パクスにおけるアスルアはスタック領域とヒープ領域のベースアドレスをプロセスごとに無作為に変化させる。また、オプションではマップや実行コード部のベースアドレスもランダム化する。これにより攻撃側が攻撃すべき位置を推測するのが難しくなる。図には アドレス空間配置のランダム化を施したアドレス空間を図示したものである。点線と矢印で示された部分が仮想空間上の各領域間のランダムな空撃を示している。カーネルがプロセスを初期化するとき、これら矢印の長さが無作為に変化させられる各領域の並び順は基本的に変わらない。プログラムの実行中、ヒープ領域は メモリアドレスの大きい方に成長していく。逆にスタックはアドレスの小さい方に成長していく。これらの領域を各プログラムがどれだけ必要とするかは OS には不明である。いわゆるプラグインなどの動的ライブラリを実行中にロードする場合、通常はヒープの前に置かれる。OS またはプログラムはそれらライブラリを配置するのに適切なオフセットを選択しなければならない。 パクスはアドレスの MSB 側の部分をランダム化しない。これによって大まかな配置が守られ、各領域が重ならないようにする。ランダム化の効果は CPU に依存する。3 2ビットの CPU では一般に仮想アドレスは3 2ビットであり、4ギブの空間にアクセス可能である。Linux は先頭1ギブをカーネルように使っているため、 ユーザープロセスが使えるのは3ギブである。セグメキシックはこれを半分に分割するので、ランダム化は1.5ギブの範囲で行われる。ページサイズは4ギブであり、ランダム化はページサイズ単位に行われる。MSB 側の4ビットはランダム化されないので、ヒープ領域は仮想空間の先頭に、スタック領域は最高尾に配置される。このため、 ヒープやスタックのランダム化される範囲は16ビット程度で表される範囲になる。64ビット CPU では仮想空間はより大きくなる。したがってランダム化はさらに大胆に行われることになり攻撃される可能性がそれだけ少なくなると言える。パクスはスタックのベースアドレスのオフセットを16バイト単位にランダム化し同時に セグメントの配置をページ単位の空撃の大きさをランダム化する。全体としてのランダム化の程度は仮想空間サイズに依存する。例えば32ビットの場合、スタックベースは256ミブの範囲のどこかに設定され、可能な位置は1600万通り、エントロピーは24ビットとなる。スタックベースのランダム化はシェルコードとリターン 2LIBC 攻撃のペロードに、 影響を与える。シェルコード攻撃は、スタック上のリターンポインタを、ペイロード内を刺す、要変更しようとする。一方、リターン 2LIBC 攻撃は、スタック上のフレームポインタを書き換えようとする。どちらにしても、成功する、可能性は大幅に減る。スタックの位置は、予測不可能となり、ペイロードによる書き換えは、単に、プログラムをクラッシュさせる結果となる。 シェルコードの場合、ペイロードの前に、ノップ命令、何もしない命令を、たくさん並べておくことがある。こうすることで、ジャンプ先が予測と、多少違っても攻撃が成功するようになる。しかし、16バイト分のノップ命令を並べても、成功確率は1、16M から2、16M になる、だけである。また、128バイトのノップ命令を並べても、 成功確率は九1 6 m にしかならない。成功確率はノック命令数に比例する。Return to LIBC 攻撃はコードを書き込むわけではなく、ある固定幅のスタックフレームを書き換える。このため、スタックフレームは正確に16バイト境界に配置されていなければならない。一般にスタックフレームは十六バイトよりも大きいので、スタックフレームを繰り返し書き込むことで、 成功確率を上げようとする。パズ X では、ママップを使ってロードされ、コード部とライブラリーのデータ部がそれぞれマッピングされる。データ部に書き込みがあれば、コピーオンライトの要領で、無名メモリーへのコピーが行われる。ママップベースを視点として計算される。このため、プロセスを起動した時に必ずロードされる標準、C ライブラリー、あるい、LIBC は常に、 同じアドレスにロードされる。ママップベースをランダムにシフトさせ、すべてのライブラリー及び他のママップ、コールでのマッピング位置を変えてしまう。このため、ダイナミックリンクされるコード、共有オブジェクトは毎回ランダムに異なる位置にマッピングされる。攻撃者は特定のライブラリーが特定のアドレスにロードされていることを当てにていることが多い。したがって、この機能によって、 return to libc 攻撃が困難となる。ただし、シェルコードを使った攻撃では、ッとグローバルオフセットテーブルを参照することで任意の関数のアドレスを消化能である。パクスは、ライブラリーのロード順序は変化させない。したがって、一つのライブラリーのアドレスが分かれば、他のすべてのライブラリーの位置も分かってしまう。しかし、もっと重大な問題として、 一旦ライブラリーの位置が分かってしまうと、他のランダム化をしていても意味がないという問題がある。シェルコードは、ライブラリー内の関数のアドレスさえ枯れば攻撃可能。ET ライン型の実行ファイル、PIC 化されたライブラリーをロードするとき、そのベースアドレスもランダム化される、ママップを使うので通常の共有オブジェクトと同じである。スタックを 実行負荷にする機能とママップのランダム化を組み合わせると、リターン 2LIBC 攻撃の成功確率は激減する。32ビットシステムでは、本来の確率の16分の1になる。さらにスタックベースのランダム化を加えると、もっと攻撃が困難になる。パクスは、通常の配置アドレスが固定のコードも、ランダム配置可能であるが、若干問題がある。第一に、 性能低下を招くことがある。第二に、パクスがプロセスを予期しない理由で終了させて、しまうという問題が発生することがある。したがって、ET Dyn, Dynamic Link Library のファイル型でコンパイルすることが推奨される。その場合、完全な PIC コードになるため。また、本来固定であるはずの ET, x s c o a s e のランダム化を行うと、 パクスの VM ミラーリングに禁するセキュリティ問題を引き起こす。対処していない古いパクスを使うときは、セグメキシックによる NX ビットエミュレーションをオフにし、ランデクセクによる実行アドレスベースのランダム化をオフにすることで対処する必要がある。パクスは、エルフ形式の実行ファイルに印をつける JAPAX や、パクスドルというツールを備えている。 これらは、エルフヘッダブに印をつけるので、ファイルシステムに依存することなく、実行ファイル自身に印をつけることができる。つまり、パッケージ化やコピー、暗号化などにおいても印が保持される。パックスは実行ファイルについて、ページクゼック、セグメキシック、ママップの制限、トランポリンエミュレーションという機能の ON、オフをマーキング可能である。ジャパックスでは、 ストリップなどでマーキングが消されることがあるのでパックスドルで PT パックスフラックスを設定するのが最も安全であるパックスドルはパックス用フラグを組み込んだ新たなエルフプログラムヘッダ型を使っている各フラグは ON オフ未設定の状態がある未設定の場合どうするかはカーネル内のパックスコードが設定に基づいて判断する楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。